キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに、そっからカムロ町に。ああ、いらっしゃいま。ありがとうございました。豆腐いかがですか？あの、そこの方、豆腐いかがですか？ん？いや、悪いが間に合ってる。そんなこと言わずにお願いしますよ。うちの豆腐、結構絶品ですよ。いらないと言ってるだろう。一丁だけでもいいですから、お客さんが買ってくれないと。俺、しつこいやつだな。ん？お前、まさかポケサーファイターか？え、あれ、もしかしてカズマくん？久しぶりだな。もう30年。もうそんカムロ町でお前と。いやでもカズマくん、ずいぶん老けたね。全然気づかなかったよ。お互い様だ。ああそうか。でもまさかこんなところで再会するとは。豆腐屋をやっているんだな。ああそういうカズマくんは。いやそうなのか。はい、ダディ。ん？ダディ？ポケサーファイターに。次はよろしくお願いね。こんなとこにあったのか、道夫くんの頭。まったくあのクソバイトめ、こんなとこに捨てやがって。おい、なんなんだこれは。ああすみません、これはですね、小野道夫くんの。小野道夫くん。はい、小野道の新マスコットと。ゆるキャラ。あれ、ゆるキャラ。いや、なんとなくはこんなか。はい、最近はち、しかし困った中身。はい、実はこの道夫くんの中に入る予定だったバイトが逃げ出しちゃったんですよ。ちょっと言葉遣いを説教しただけで、全く最近の若者ってのはたるんでますね。おう。でも実はこの後イベントがあって、そこに道夫くんを登場させないといけないんです。困ったな。お前が。いやいや、それに道だから背が高くて。でもそんな背が高く、嫌な予感がする。いたー。ちなみに俺は入らないぞ。いやいやいや、そこをなんとかお願いしますよ。道夫くんの中に入れそうな、でかくて強で暇そうな人なんて、もはやあなたくらいしかいない。お前失礼だな。お願いしますよ。
ちゃんと相応のお礼は出させていただきますから。それに彼らの笑顔を、だからお願いします。ゆるキャラの中に入りたくはないが、どうするか。ちょっと考えさせてくれ。わかりました。良いお返事、ここでずっと待ってます。しばらく寝てろ。桐生さん。ジョーカー、さっき遠くから桐生さんを見かけたもんでさ、もしかしてそこの水軍アパートが桐生さんの屋さなの？まあな。別にのんきにってわけじゃないんだけど、桐生さんの方。ああ、え、明日からな。いや、でもカムロ町ってジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんだな。そうか、それならどうかしたか。いや、桐生さんが、ん、まあとにかくマサオたちにも桐生さんの事情は伝えとけよ。それじゃ。ここがカムロ町。マジでタツカーのやつ
こんな都会でホストやってんのか。雄太、お前東京来るどころか広島出んのも初めてじゃろが。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。おそうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカブロ町に来たんじゃけ、女とお酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。私からあいついつの間に俺のアドレスを知ったんだ。まあいい、時間を見つけて待ってるっていう場所に行ってみるか。まったくどこ行っても人だらけじゃのう。しかしこんなら
何しにここに来とるんじゃ。しばらく寝てろ。着いたぞ。ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか。この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？ん？すぐお返ししますんで。おう、ゆうた、何しようならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。ああ、これでありましたよ。辰川の近況ネットに上がってました。この辰川のページ田頭に教えてもらったんすよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの外道が、遥さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥さんはなんで小顔の男と。これいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのはカムロ町の店かの。さあ、そこまでは分かりませんけど。どうすかね、キリュウの兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町じゃ3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら、ユータ、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって辰川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんでな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。辰川が本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。兄貴、ちょっと待ってください。ユータのやつが。ん？すんません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけそうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待ってりゃええでしょう。おい、頼むって、もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ、あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。あ、兄貴、これちょっと見て使わさい。ん？東上界の6代目が
ムショに入るって書いておりますわ。何？控訴棄却。これからムショに入れられるってことか。どうしますか。こん方たち、兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も。俺はもう登場界の人間じゃねえんだ。じゃけど、登場界のトップがムショ行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう登場界の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、わかった、もういい。あんたには頼まねえよ。気流の兄貴、頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました。じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカたれ、兄貴に礼の一つも言えんのか。恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃわしらも行きますか。ああ、男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、こら。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ？俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹？優也？うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですか。いのさあな、今のホストにもう一度聞いてみるか。あの、桐生さんですよね。ん？お前は？わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです。お前、優也か。優也？そういやさっき兄貴、店長の優也を呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前、スターダスト辞めたのか。でもならなんでこんなところに。桐生の兄貴。お、ああ大丈夫か、ユータ。トイレを早く。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかねえ。本当に漏らしとらんのか。ちびっとひっとるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきの遥ちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか。ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。カムロ町でホストになったらしくてな。名前は立つか。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは。
見覚えありますね。本当っすか？俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで？はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺はカムロ町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也？あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札びら切ってカムロ町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか？ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃ？ジンゴン派っちゅうのは？韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。桐生の兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか？すげえ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけど、まだ20代です。立川のやつ、総側な店でホストなど続けられるんかの？もうやめとるんじゃないんかの？もしそうだとしても、あの店に立川を追う手がかりがあるはずだ。ジンゴン派がいようが、スターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、桐生さんは。ん？俺は今ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ？あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今のカムロ町の抗争が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないっすか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや、おい、あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやー、結構ですね、焼肉。
うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私、スターダストのオーナーをやっております、ハン・ジュンギと申しまして。聞けば、せっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては、埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。先日、神室町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。ほう。おう、そうじゃ。踊れらの店に達川いうんがおるじゃろうが。わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では、私の招待を受けていただけるということで、よろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。桐生さん、さっきのあいつ人言派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。ああ。本当に奴の誘いに乗るんすか。今の人言派は神室町の抗争に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。